弊社は前からリモートによる勤務っていうのは、まあ、ケースバイケースで対応してたんですけど、まあ、今回 の受賞のタイミングで就業規則ですかね、取り組みとしても会社として許可するっていう感じにしまして、で、まあ、そこが、まあ、女性が多い会社なので産休後の復帰とかがスムーズに行えるっていうのが弊社としては一番強いかなとは思っております。まだ人数が少ないので事例の数としては少ないですけど、率としては高いと思います。あとはまあ出産した後の子供が小さいうちはやっぱり完全に預けるってこともできないですし、今時短で対応はできてるんですけど、リモートの子も6時間勤務で、まあ、いい感じで仕事はできてるかなと思います。はい。今は、1日8時間で週5勤務でやらせてもらってます。他の方ですと例えばリモートになっちゃいますけど、リモートで、週5日8時間働いてる方もいますし、週5日6時間働いてる方、時短で働いてる方も見えます。旦那さんの都合で転勤になって遠方に引っ越す子だったりとかも退職せずに働き続けることができるので、スキルを捨てずに続けられるっていうところが多様性のある働き方かなと思ってます。妊娠後にリモートに移らせてもらっているので3年半前とか4年ぐらい前までは、はい、事務所で仕事してました。娘を産んだ後に8時間から6時間の時短勤務に変更していただいているので6時間分のお給料っていうふうにはなってますが、私に関しては歩合の方も育休後に伸ばすことができているので、はい、不安なく働かせていただいてます。仕事この内容的には想像以上に結構知識を求められるのでそこは大変でしたが、子育てっていうのも見越して転職先を探していたので当初に思ってた以上に働きやすい環境で今やらせてもらえてます。例えばですけど今年冬が一気に寒くなったんでここのヒーターですか、足元ヒーターあれ全員分支給したりとか、あ、もうかなり届いてます。全員に買ってパッと買ってくれる会社見たことなかったので優遇してもらってると思って、優遇というかいい環境にしてもらってると思ってます。会社ってやっぱり売り上げを上げるためとか従業員を雇用するためっていうものがあると思うので、そこに対して前向きに発信する意見を聞かない理由がないというか、この前忘年会の時にちょろっと聞いた時に子供、まあ、一緒に働けないのに預けてるって言うんですよ。僕聞いてなくて、それはで、え、いくらぐらいなのって言ったら4万円って言うんですよ。なかなか高いのでそこはもう、まあ、預けてる間でリモートでっていうんであれば会社の方も半分ぐらい負担したいなとは思ってますね。次新しい取り組みとしてはそこかな、とりあえずは、はい、思ってます。